はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。そして、おはようございます。の方は、おはようございます。中野平です。本日は、コンビ比較スノーマン編、最終回。岩本光さん、羊。そして、宮舘涼太さん、チーター。岩舘。こちらを行かせて、いただきます。はい。ついについによもやよもやの、スノーマンコンビ分析ラスト、36通り目となりました。 えー、キングプリンスに引き続きのグループコンプリートになりますが、本当に36通り目までね、来たんだなと、しみじみとした達成感もあれば、全36通り、そのコンビ名を言うだけでも、 途方もない感じもありますのでそれを一つ残らず分析してさらに撮影して編集して動画にしてアップしたのだと思うと自分自身若干効いてる感もありますえー、まあしかしですねそれも本当に皆様からのたくさんのコメントや応援の声があって だからこそになりますので改めて皆様に感謝したいと思います本当にありがとうございます感想のコメントお祝いのコメントスーパーチャットのコメント、えー、随時ねお待ちしておりますのでよろしくお願いいたしますということで今回も岩本ひかりさん三原亮太さんの相性分析を3分類12分類そして 5アニマルの順で深掘ってお話の方をしていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていてください。動画が面白いと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。えー、それではまず最初に基本三分類。人思考、白思考、大物思考。こちらの三種類での関係性から相性について考察していきたいと思います。で、この三分類を考えるときにやはり一番最初に意識するのはそれぞれの パワーバランスになるんですね。それはこれまでにもたくさん話してきたのですが、人思考は白思考に強い。白思考は大物思考に強い。 大物思考は人思考に強い。そしてその逆は弱くなるというグーチョキパーの関係になります。そしてですね、実はこのグーチョキパーもどの思考のものかは決まっていて、それによりそれぞれの特徴も非常にイメージしやすくなるので、今回ですね、ちょっと説明しておきたいと思います。えー、まずですね、グーは人思考。 これはですね、人志向の固まった頑固なイメージを連想できるものになります。まあね、あんまりいいイメージじゃないので苦笑いかもしれませんが、人志向の方々は典型的ないい人というケースが非常に多いのですが、実は自分の意見をあまり変えられない頑固さがある人たちでもあるんですね。よってこのグーがイメージとして割り当てられているということになります。で、次に、チョキは 白思考になります。えー、これはですね、いらないものをバッサリ切り分けるという、まあ、なんともですね、白思考らしい合理性を象徴するものになるかなと思います。えー、無駄というものを非常に嫌う白思考になるんですが、その他にも、人は人、自分は自分という考えをベースとした世の中をくっきり分けているという精神性。まあ、これもですね、白思考の方々にはあるものになります。なので、 チョキでバッサリ。これがイメージとして割り当てられております。そして最後に、パーは大物思考。これは外に向かって広げていくというイメージ。もっと言うと、世界に向けて拡大していく。まあ、こういったイメージになるんですね。なんか、 大物思考だけいい感じのイメージになってる気がします。これはですね、いつもの書籍を参考にさせてもらってるんですが、著者の方が人思考で大物をしたからでしょうか、えー、話を戻しますが、大物思考の方々はその名前の通り大物になりますので、物事を基本的に外に外に広く広く展開していきたいという思考になります。なので、この パーという手を広げるという形が見事に大物思考のイメージとして割り当てられております。え、以上の力関係をですね、専門的な言い方ですと、ヒューマンリレーションと言いますので、興味のある方はよかったら覚えてみてください。 では、えー、そんな三分類で相手を分析するにあたって様々なケースがある中で、今回は岩立てのお二人なので友人関係のケース、そして僕があの人は人思考あの人は大物思考と聞いた時に真っ先に何を考えるか、その切り口でお話の方をしていきたいと思います。えー、まずですね、 岩本光さんは羊ですので、人志向になります。では、人志向の友人とした時に何を僕が考えるのか。それは、とにかくたくさん会話をする。自分の話もするし、相手の話も聞く。まあ、これになるかなと思います。そして補足をしますと、この場合、自分の話は本音になりますが、 人志向の相手からはすぐに本音が出るとは思ってはいけない。それを意識すること。ま、あとはですね、会話の中で愚痴などの、まあ、言うなればマイナス的な要素も人志向の方とのコミュニケーションの中では重要かなと思っています。えー、そしてですね、宮田洋太さんはチーターですので大物志向になります。では同じく大物志向の友人とした時に考えること。それは、 話のスケール感。どこに話が飛んでいっても突っ込まないし指摘もしない。感覚に従って盛り上げるということになります。大物思考の方々は先ほども言いましたが、名前の通り思考が大物で基本的にスケール感の大きい話が好きなんですよ。で、そしてもう一つ重要なのは 直感、感覚とひらめきを思考の軸にしているので、話が本当にあちこちにね、飛んでくんですね。ま、あしかし、その話を引き戻そうとすると、一気にテンションがダウンするというね、可能性がありますので、もう飛んだら一緒に飛んでいくというのが、経験的にもう僕としては重要かなというふうに思っております。さらに、先ほどの人思考とは反対に、今度は、 マイナス的な要素。これはあまり出さない方がいいかなというふうに思ってます。えー、先ほども出てきましたが、テンションダウン。これに繋がってしまう可能性があるので、僕は、えー、マイナス的な要素はあまり言いません。で、ここまでいろいろ話してきたのですが、 相性。まあ、これで考えると、やはり最終的にはですね、結局、パワーバランス、ヒューマンリレーションに尽きるのかなぁと思ってたりします。まあ、なので、この三分類で考えた場合、大物志向の宮舘さんの話は、人志向の岩本さんに非常に入りやすい。どちらかというと、宮舘さんの挙動に岩本さんが影響される、まあ、こういった関係性。 ですが、これはちょっと僕の経験則でもあるんですけども、人志向の方にとって、大物志向の方とは苦手意識というよりも、リスペクトの意識の方が強く感じることが多いんですね。なので、人志向の岩本さんは、そんな大物志向の宮立さんに、リスペクトの意識を持って、 接していると僕としては思いました、えー、まずはですね3分類から見た相性こんな感じでいかがでしょうか はい。えー、それではですね。次に、12分類。えー、こちらを使って、岩本ひかるさん、宮畑良太さんの相性というものを考えていきたいと思います。で、えー、この3分類から12分類に掘り下げて、どう変わってくるのか。まあ、3分類というのは、やはり、パワーバランスからなる、大まかな方向性、流れだと思うんですね。で、今度、12分類になることによって、もっとこう、ピンポイントっていうんですかね。 その動物同士の特徴で、まあ関係性というのは見えてくる。まあこのように変わってくるかなと思います。で、岩本ひかるさんは人思考羊になりますね。そして、宮手代田良太さんは大物思考チーターになります。なので、羊とチーターの相性、まあこれをですね、ベースに考えていきたいと思います。では、羊はチーターのことをどう思うか。それはですね、チーターの圧倒的な行動力と そのポジティブさに羊さんは憧れというものが強くあるんですね。で、そしてその上で全力でサポートしていく。まあ、こういったですね。まずは羊からチーターさんへのまあ、意識と関係性になっていきます。で、次にチーターから羊さんへ。それは、そんな 羊さんの存在に感謝しつつ、その上で安心して自分らしさを発揮し行動を起こすことができる。まあ、こういったですね、えー、チーターからは羊さんとの関係性になってるかなと僕としては思っております。で、まあ、これはですね、あくまでもその十二分類、動物ピンポイントからの相性という関係性ともなってくるんですが、まあ、それをですね、より良いものにしていくというのをまあ考えていきたいと思うんですけども、 これは、まず、羊さんからチーターさんへは、情報ですね。えー、より、えー、緻密な、正確な、圧倒的な情報というものを与えてあげることによって、チーターさんはですね、そういったものを羊さんのようにしっかりと調べあげるということはですね、得意ではないんですね。っていうか羊さんが すごすぎるんですよ。なので、羊さんはですね、そういったチーターさんの苦手とするものを、まず提供することができる。そして、提供することによって、よりチーターさんから羊さんへの、そこで感謝とリスペクトというものが発生する。まあ、そのように考えています。で、今度は、チーターさんから羊さんへはどうするか。それは、 感謝なんですね。あの、これ当たり前だよって感じかもしれませんけども、羊さんとチーターさんの関係性の中で、ちょっと危ないのが、羊さんが、 あまりにサポートしてくれて、で、それをチーターさんが、その感謝をですね、ちょっとおろそかにしてしまうという、これが唯一の危険な点なんですね。なので、チーターさんはですね、ちゃんと自分のやりたいことというものをしっかりと見据えて行動を起こしながらも、ちゃんとです。ちゃんと羊さんには、感謝の念だけではなくて、言葉にする。もっと言うと、行動にも起こしてあげる、その感謝の印というものを、っていうことをですね、意識してしっかりやられていくと、 よりこの執事とチーターという関係性はより良くなっていくんではないかと、えー、僕としては思っております。で、この関係性はですね、4分類。はい。僕もチャンネルでは、まあ、多分類という風うに言っておりますが、その4分類の種類にも当てはめると、えー、その関係性というものがですね、まあ、しっくりくるところがあります。えー、それはですね、アイデア型、正石型、指揮官型、フォロー型、 この4種類に分けるのがその多分類というものになってくるんですが、その中で羊さんはフォロー型、チーターさんは 突撃型という分類になります。そのね、名前というものを聞いただけで、まあ、チーターさんというものが突撃なので非常に行動的である。で、羊さんはフォロー型なので、まあ、サポート型である。そういった風にですね、えー、分けるだけでも、まあ、かなりですね、イメージというものはしやすくなってくるんではないかと思います。で、この12分類、羊とチーターというこの動物、ピンポイントだけで考えていくと、岩本ひかるさんと宮田良太さんの関係というのは、岩本さんが基本的に には全力でサポートしていくえそしてそれによって宮手良太さんが安心して自分らしさというものを発揮することができるというまあそういった関係性になってくるのが見えてくるのではと僕としては思いました皆様いかがでしょうかはいえそれでは最後5アニマルこちらに掘り下げていって岩立ての関係性相性の方を考察していきたいと思いますえまずはお二人のファイ5アニマルは こちら。はい。え、まず最初に注目したのが、表面のライオン。 これが、えー、お互いにですね、一致しているという、ここになります。で、これが、なんで重要なのかと言いますと、表面というのは、まあ自分がどう見られているか、そして自分自身もどう見せたいかというね、まあそういった動物になってくるんですけども、それが一致しているというものは、普通のね、その友人の関係性としても、あの、共感ができるので、重要なことになってくるんですけども、この場合に、お二人はですね、スノーマン、 アイドルという、まあ、そういったね、えー、職業になってくるじゃないですか。って考えたときに、どう自分を見せていくかっていうことは、そして、どう自分たちを見せていくかっていうことが、非常に重要になってくると思うんですよ。それを、 共感できる。その意識を共有することができる。これは非常にですね、関係性の中で重要なものになってくるんではないかと思います。で、しかも、ライオンというですね、この見せ方のね、派手さですよ。ライオンさんっていうのは百獣の王、キングなので、もうね、とりあえず本当に派手なんですね。花があるんですよ。で、しかもそれが天性のものになってきますので、それをですね、無意識の中で 共有することができている。これは岩立ての相性の中で、まあ非常にですね、重、えー、軟になってくるんではないかと思います。えー、次はですね、宮出良太さんのファイブアニマルに入ってます、狼。この動物の存在ですね。で、これがなんで注目したかと言いますと、先ほどの十二分類までの話だと、 岩本光さんが、なんかこうね、献身的に、一方的にサポートしていって、宮渡良太さんもっと感謝してるみたいなね、こんな風にね、聞こえてしまった方もいらっしゃると思うんですが、そうじゃないんですよ。この5アニマルまで掘り下げていくと、それはですね、この狼という動物は、みんなではないです。万人に向けではないんですけども、 この人と思った相手、非常に自分と関係性の近しい身内的な相手になりますと、非常にですね、献身的な、 深い愛情というものを発揮するんですね。で、それが宮手良太さんの場合、本質の次に色濃い隠れという、ここにまず狼が入っている。かつ、希望にも狼が入っているということって、宮手良太さんの中で数値で言いますと、30%は狼になってるんですね。で考えたときに、岩本光さんへの深い愛情、これがないわけないんですよ。 こんなに近しい相手って、っていうことになりますので、これは十二分類までの分析では、 絶対にわからないことだと僕としては思っております。なので、こういったところがですね、僕のブアニマルへのこう信頼感というんですかね、ブアニマルまで調べてくださいっていう、まあ非常にですね、大きい理由になってくるんですよ。まあなのでですね、岩本光さんからの一方的なものなんかではなくて、宮手良太さんからもしっかりとそれに対する感謝のみならず愛情というものも ちゃんと岩本ひかるさんに対してのベクトルが向かっているっていうのがこの5アニマルから見たらほぼ決定的な事実になるのではないかと僕としては思います。で、最後に今度はですね、岩本ひかるさんの5アニマルに注目していくと、岩本さんは本当にですね、三分類のバランスというものが非常に良い方。まあそのように僕としては思いました。それはですね、まず、 三分類がきっちり入っているところから始まるんですよ。表面のライオン、意思決定の像、大物思考、隠れの虎、白思考、そして本質の羊、希望の狸で人思考という風になってくるんですが、さらにですね、バランスがいいという風に言ったのは、先ほども出てきました。四分類、多分類というこちらの括りで考えた時にですね、指揮官型とフォロー型、 これのみで、岩本光カさんは構成されている人になるんですね。なので、圧倒的なサポート機質、全体を見て、全体をフォローしていくという、まあ、そういったタイプになってくるんですよ、岩本光カさんというのは。それに対して、宮手良太さんというものは、いい悪いとかじゃなくて、キャラクターというものが全然ですね、違うんですよ。なので、 どんな相手に、要するに、人志向、白志向、大物志向、すべてを持っている岩本光さんというのは、ある意味、そのすべての種類の人たちに対しての、 共感というものがあるんですね。なので、どんな相手にでも合わせることができるっていうのがあって、バランスが良い。そんな人に対して、宮手良太さんという、この、ある意味、特化した人、かなりですね、宮手良太さんというものは、これまでのファイバーミアの分析の中でも言ってきましたけども、癖が強いんですよ。そんな人が、 岩本ひかるさんに対してリスペクトというものができないわけがないと僕としては思うんですよ。で、ここまでですね、話したことをすべて、えー、そうして考えていったときに、岩本ひかるさんと宮田陽太さんというのは極端にタイプの異なるお二人だと思います。しかし、それによってお互いのリスペクトがその分非常に強い関係性、なんていうか、 刺さる関係。このように、まあ僕としては、えー、言葉にすることができるかなと思いました。えー、四本ヒカさんは本当に全体を見られる人です。えー、そして全体をただ見ているだけではなく、その人に対してのしっかりとした共感という部分からアプローチ、接することができる人だと思うんですね。それに対して宮手太さんというものは先ほども言いましたが、まあ本当に癖が強いんですが、ある意味これだけ癖が強い人なら、 逆にとことんですね周りに合わせるとかしないでその子というものをもっともっと意識して尖っていった方が逆にグループに対してもいいカラーいいアクセントいい存在になって良い方向にですね、えー、持っていけるんではないかと思います、えー、っていう感じになってくるんですが岩立てこのように僕としては思いました皆様いかがでしょうか はい、えー、今回は、スノーマンコンビ相性分析ラスト。 岩立て、お話をさせていただきました。いかがだったでしょうかえ、ここ何回かはですね、あと少し、あと少しとカウントしながら、なんとか進んでくることができましたが、今、こうして無事にですね、ゴールのテープを切ることができて、本当、勝手に、感無量に満ち溢れております。えー、このね、達成で何かいいことが起こるというのであれば、ぜひ、スノーマンのメンバー誰かの目に、この動画、そして、 このチャンネルの存在がサムネイルだけでもいいんで目に留まっていただけたらと切に、切に願ったりしている次第です。もしね、関係者の方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ宣伝の方よろしくお願いいたします。えー、今後もですね、様々な分析の方をあくまで中村雄平の独断と偏見と体験によるものですがしていきたいと思っておりますので、皆様からのコメント、リクエストの方お待ちしております。他にもですね、コメントではちょっと相談しにくいような皆様のより プライベートなお悩みを解決すべく LINE 公式アカウントこちらを用意しておりますので興味のある方はぜひご登録の方していってください限定のライブ配信などをメインに行っておりますメンバーシップこちらも大変盛り上がっておりますので皆様のご登録お待ちしております今回も動画を最後まで見ていただきそして全36通りにお付き合いしていただき本当に本当にありがとうございましたそれではまた次の動画 次のライブ配信で皆様にお会いできることを楽しみにしておりますではまた